Hello, it's a Mr. DJ Showtime. Let's go to blow off some sleepiness in this quiet, boring town again. That means I'm going to let you get high with some good music, a nice cool drink, and some funky talk. Now, it's Mr. DJ's Today's Advice. This is from Mr. Rock and Roll himself, Bruce Springsteen, with his great old sounds. We busted out of class, had to get away from those fools. We learned more from a 3-minute record than we ever learned in school. How you like that? Mr. Bruce Springsteen. Yoo-hoo! Yahoo! この路線に2車両しかないキハ200系でしたよね。ああ、相変わらず詳しいね。太田君の気持ちはすごく嬉しいんだけど、私たちまだ高校生だし、来年は受験でしょ。だからまだお付き合いとかそういうの、あ、誤解しないでね。太田君とはずっといいお友達でいたいからね。本当？ありがとう。じゃあね。こうしちゃいられないのよ。どうしてこんなに空は青いんだ。高校生は屋上でタバコでも吸ってらっしゃい。先生、俺にはもう時間がないんだよ。あいつが帰ってきたら俺の平凡な高校生活がガタガタ音を立てて崩れてしまうんだ。だから今日が最高のチャンスなんだよ。だからさ、だからやらしてくれよ。血の気が多すぎるようね。小山田君、酒井君、岩田君、溜まってるノートとレポートの代金、耳を揃えて払ってちょうだい。だってお前、月末まで待ってくれるって。ダメよ、あいつが帰ってきたら私の生活がどうなるかわからないの。頼れるのはお金しかないの。だから払って。あいつが帰ってくる。私はその町で10歳まで育った。郵便局も銀行も駅も学校もラジオ局も一つずつしかない小さな町。都会で過ごした7年、私はずっとその町のことを考えていたのかもしれない。私は今その町に帰ろうとしている。郵便局とラジオ局とそして6人の仲間が待つ私の故郷に。
マスター、ビール。Thank you for listening to Mr. DJ's show today. Has extra fat gone from your head? Can you have a nice dream? Can you greet a healthy morning tomorrow? And live in the way that you want to? Well, I'm gonna send out the best of one of my tunes to close this curtain. It's Mr. DJ's show time. Dedicated to all you dreaming teenagers. Whoops. Okay. Until then, please let your radio take a rest. It's Mr. DJ's show time. Dedicated to all you dreaming teenagers. Whoops. Takumi가 帰ってくるんだよ。Until then, please let your radio take a rest. All right, baby. See you tomorrow. みんなどうしてっかな。匠ってなんすか。マスター知ってるんでしょ。疫病神よ、私たちにとっては。台風かもしれない。しかも巻き込まれるのは決まって、私たち。そのくせ本人は一切自覚なし。まさにトラブルメーカー。覚えてるかお前ら、隣町のいじめっ子のとこに行った時のこと。忘れたくても忘れられない。忘れたくても忘れられない。ユージの敵を取りに行くって言ったら誰一人嫌だって言わなかった。俺たちは誰も嫌だって言えなくてさ。行くよ。結局ボコボコに帰り討ちにあったじゃねえか。私たちの忌まわしい過去は全て匠のせいだった。僕が5歳の時、木から落ちて足の骨折ったの。匠のせいだった。俺が3日間砂場に埋められたのも。匠のせいよ。落とし穴掘らされて、結局自分たちでハマったのも。匠のせい。小学校の時、私たちの担任が8回変わったのも。匠。それだけじゃない。匠が本気で怒った時は見栄えなくて。いや、やめて。いじめっ子の足だ。隣町の空き地にあったやつ。匠がプッツン来て、まさに地獄だった。まるで楽園だった。お前、お前、匠のいとこだろ、なんとかしろ。そんなこと言われても、私は匠なんかに比べたらか弱くて、ちょっと可愛いだけのごく普通の女の子だ。とにかく今の俺たちにできることはだな。何？匠とは絶対に関わらない。そんなの分かってるわよ。いや違うんだって。徹底的にあいつを避けるんだ。はあ、あいつが帰ってきてもまず絶対に口は聞いちゃいけない。お、間違っても駅になんて出迎えに行っちゃダメなんだ。なるほど。お帰りなさいなんていうのは持ってるほかだ。はあ、こうやって卒業までのあと1年徹底的に避け続ける。これが匠という津波への唯一の抵抗手段だな。康介、あ、見た目より賢いな。ありがとう。でもそんなにうまくいく？だからそれには俺たち6人ががっちりとスクラムを組む必要があるんだ。6人のうちの誰か1人が崩れたとしてもこの堤防は決壊する。待てよ、6人ってミノルは？そういえば今日学校に来てなかったけど。あ、どうせミノルのやつ言ってた、今日学校サボって写真撮り行くって。
だてめえそんなことからびっくりさせんな。駅に。どこはそんなすごいんですか。かわいいじゃないですか。6人揃って迎えに来てくれるなんてめちゃくちゃ嬉しかったよ。別に迎えに行ったわけじゃない。じゃあビールちょうだい。おい誰か話せ。あのどうして帰ってきたんですか。ん？いやなんでこんな時期に急に帰ってきたのかなと思って。うん、向こうで私の通ってた学校が火事で焼けちゃったんだよ。絶対匠が燃やしたんだ。ちょっとごめん。どう思う。どうって。匠ももう17なんだし少しくらいはおとなしくなったんじゃない。そんなこと。いやでもあんな人もいるかもしれない。あっあらららこれはこれ俺たちじゃありませんか。セントレール断交等学院のお坊ちゃまがビールなんか飲んじゃっていいのかしらね。お前あれなんか文句でもあんの。ねなんかあんの。いや邪魔すんじゃねえよな。お前大事な服になんてことすんだよ。お前いや大変だよお前これは。まずい。私の友達に何してんだよ。いいやこの幅。どこだ。うわ
倉庫を配ります。おいおいおい、一枚じゃ足りねえじゃないのか。おい、好きなだけ取れ。サンキュー。やっぱり変わってなかったな。もう嫌。悪い悪い。でも何事もなくてよかったよかった。どこだ。なんで帰ってきたのよ。なんでって、みんなに会いに帰ってきたんだよ。誰も帰ってきてほしいなんて思ってなかったわよ。私帰るの。俺もそろそろクラブ行かないとさ。俺も家帰って顔見なきゃ。おいおい、何なんだよみんな。ノリ悪いな。しょうがねえな、私もお家帰るか。なあ緑。え、帰るってどこに。ねえママ、どうして匠がうちに住まなきゃいけないわけ。匠ってあった子もね、大変なのよ。里美姉さんはカナダに行ったっきりだし、お父さんはいきなりアフリカに行くって言い出し、それでね、せっかくだったらうちに来たらって匠ちゃんにそう言ったのよ。そしたら仲良しの緑に会えるって、それはもう喜んで。誰が仲がいいですって。今日だってあいつのおかげで私たちはね。ちょっとほら、パパにビールあげなさいよ。お、ビールですか。ビールなら私持ってきます。ありがとう、助かるわ匠ちゃん。それ私のお気に入りのタオルじゃない。あ、使わせてもらったよ。それにパジャマも。ちょっとママ。いいじゃない。匠ちゃんにはね、あんたのものは何でも気兼ねなく使ってねって言ったんだから。ちょっと匠。ああ、たくちゃんいい飲みっぷりだな。なんか息子ができちゃったみたいだな。いやー、どうもどうも。ところでおじさん、最近どう、景気は。いや、なかなか良くなんないよ。おじさん、頭どんどん薄くなっちゃうよ。するしね。ちょっとね、好きでなってるわけじゃないじゃないか。叩いた方がいいですよ、100回ぐらい。今からでも、うん、なんで匠が。しかも私の家に。何してるんですか。校長室はあっちですよ。絶対あいつとはかからないです。本校は創立100年を誇る伝統校であり、常日頃から厳格かつ規律正しい学生生活を学生諸君に求めています。転入生といえども、この点を肝に銘じて、我が校の伝統を汚すことなく、勉学に励むよう努力してください。別に、私はね、いとこだから、匠がいても構わないんだけど。ならいいんじゃない?全然わかってない。は?ねえ、匠に私たちのことを話した方がいいかな。え?付き合ってるってこと。別にいいんじゃない?隠しておくようなことじゃないもんな。でもどうしてそんなこと。それは…匠、何これ。俺の気持ち。冗談よせよ。何たくらんでんだよ。どうせいたずらかなんかなんだろう。もういいよ。ねえ、変わらないよね。え、何があっても。あ、
ダメですよ。はあ？これはね、この度理事長に就任することになったこの町の市長の大事な大事な肖像画なんです。明日の除幕式まで何人たりとも触ってはいけません。案外かわいい顔してるんだな、日高匠。我が学院が君のような問題生徒をよく転入させたものだ。あんた誰？本庄司。20年後にはこの町を牛耳る男になる。何やってるんだ。伝統あるセントウェルトン高等学院の新理事長に就任されました冬原市長に除幕をお願いしたいと思います。理事長どうぞ。どういう思考かね。これは理事長、警備員がお前の姿を目撃しているんだぞ。でも僕は。おまけに現場にはお前の学生証が落ちていたんだ。落としたんです。お前がやったんだな。そうなんだろう。あまり日にしすぎるとかえって悪い結果を招くこともあるんですがね。自宅謹慎だってさ、処分早いな。ユージ、やるじゃん。ユージ見直したよ、はい、いや、ユージは昔から見どころのあるやつだと思ってたんだ。私の見る目間違ってなかったな。やってないんだ。え？僕はやってない。え？でも現場に学生証を落としてたし、証拠は揃ってるって。それにあんまり否認し続けると定額処分もあるって言われたからさ。だってやってないんでしょ。だけど学校はそうは思わない。
学校がそう決めたらやったことになる。そういうもんだよ。仕方ないさ。仕方ないって。別に構わないよ。どうせ3日間の謹慎で済むんだし。よし、わかった。ええ、だからユージが濡れ衣を着せられてるんだよ。助けなきゃ。助けるって？みんなに声かけて集めるから、緑も来てよね。何考えてんのかしら。別にほっときゃいいじゃねえかよ。どうしてだよ。だってあの絵は校長たちが理事長への点数稼ぎで作った絵だぞ。みんな内心はスカッとしてるんだよ。でもだからってユージがそれを引っかぶっていいことにはなんないだろ。まあたかだか謹慎だろ。下手にことを荒立てるのがいいんじゃないかな。してもないことで処分受けるなんておかしいじゃないか。もう疑われたんだし。まあ謝っちまえば済むんだから、それでいいんじゃねえのか。だってユージはそれでいいって言ってるんでしょ。だったらわざわざ首突っ込まないでもいいじゃない。どういうことだよ。何か関わって学校側に睨まれたって一銭の得にもならないでしょ。なんでそんなことが言えるんだよ。だってユージは仲間だろ。武田君、リポート大臣教授ね。助けるって何ができるってんだ。学校側に謹慎処分を撤回させるんだ。そんなことできっこないよ。どうしてだよ。当たり前だろ。それにこれはユージの問題なんだし。ユージが困ってるんだよ。仲間だったら助け合うってもんだろ。な、とにかくみんなで集まろうよ。仲間ったって俺たちもう17なんだぜ。いい加減大人なんだから、いちいち他人のことには関わってられないんだ。俺たちもういじめっ子と喧嘩してた頃とは違うんだよ。もういい、私一人でやるから。みんな一体どうしちゃったんだよ。お、なんか昔と全然違うんだもん。なんていうかさ、街も変われば人も変わる。あ、みどり、なんかみんな忙しくてさ、明日またみんな加減にして。え、私たちはもう匠のトラブルに付き合う気はないの。どうしちゃったんだよ。なんかみんなも変だしよ。まだわかんないの。匠は冗談だと思ってたかもしれないけど、私たちも匠に関わりたくないの。誰も帰ってきてほしいなんて思ってなかったのよ。みんなもうそれぞれの世界があるの。昔みたいにいつも一緒ってわけにはいかないのよ。それだけ言いに来たの。それからね、私教授と付き合ってるの。人も変わる。人も変われば自分も変わる。いいから。
今回の一件に関しましては迅速な対応をという校長の意向により犯人とおぼしき生徒を即刻謹慎処分にいたしました。除幕式は後日より盛大かつ厳粛に執り行わさせていただきますゆえ理事長にはその旨ご了承いただきたく。まあよろしいでしょう。それではこの一件は落着ということで。ちょっと待って。君は謹慎中のはずじゃ。何なんですか君たち。ユージは犯人なんかじゃありません。何ですって。ユージはやってないって言ってるんです。たくみ、ユージは犯人じゃないし謹慎なんかする必要もないんです。話を聞いてください。ここは君たちの来る場所じゃない。出て行きなさい。待ちたまえ。理事長、君は本当にやってないのかね。ユージ、どうなんだ。次長、この問題はすでに決着が。私はこの生徒に聞いてるんだ。どうなんだね。君はこの事件の部外者だろう。うん、それにね、もう処分は出てるんだ。出て行きなさい。何すんだよ。君はこれ以上ことを荒立てて余計に処分を重くしてほしいのかね。だったらこんなことをしても何の意味もないことは分かってるはずだ。君は事件を起こし、そして処分を受けた。それは紛れもない事実なんだ。ユージ、だってやってないって言ったじゃない。やってもないことやったって嘘ついてそれで仕方ないって諦めんのかよ。おかしいじゃないか。やってもないことやったって。さあ、もういいだろ君たち。出て行きなさい。僕、僕やってません。校長、これはどういうことですか。いえ、これはそのこの件に関しては改めて真相の報告を待つことにしましょう。理事長。何ですか君たちは。教室に戻りなさい。その後学校側は真犯人探しを丹念に行ったが結局犯人は見つからなかった。理事長へのメンツが潰れた校長たちは対応に苦慮した末にこんな処分に出た。反省文。なんだよこれ。なんでこんなことしなきゃならないわけ。ああ、めんどくせえな。誰のせいだよ。誰が犯人かわからないから全員で反省文を書け。さもないと1ヶ月の停学。まったく校長とかの考えそうなことよね。結局匠のおかげでまた厄介なことになっちまった。適当に書けばいいのよね。ああ、思ってもいないことをでっち上げて
書いて提出する。うん。みんな何考えてんのよ。いいじゃない、学校は反省文書けって言ってるんでしょ。だったら適当に書いて済ますのが普通だし、今までだってそうしてきたんじゃない。そうよ、別にそうしないなんて誰も言ってないじゃない。何興奮してんのよ。だったらいいんじゃない。あ、ごめん。バカ、お前が謝ることじゃないだろう。そうよ、一番の被害者はユイジなんだから。違うんだ。ん？俺そのなんていうか嬉しかった。匠が俺のこと何の疑いもなく信じてくれて、それがただ嬉しかった。みんなどうしちゃったの。ガキだよな、たくみ。あの頃と全然変わってない。みんなウェットになっちゃって。匠はさ、昔っからトラブルメーカーで、疫病神でカーッとなると見境なくなっちゃうし、その上仲間だって。言ってたな。匠が帰ってきて結局みんな迷惑だったのよね。あ、やっぱり匠は私たちの疫病神だった。あ、だからもう匠とは関係ない。そうよね。全員目をつぶれ。全員目をつぶれ。なぜ今日反省文を書かなければならないかをよく考えろ。考えたか。それでは目を開けて始め。それだけのことをしでかしておいて、おまけに反省文も書かないとは一体どういうつもりなんです。こんなことならあなたを転入なんかさせるんじゃなかった。
我が校は伝統校です。これまで学校に逆らったり問題を起こしたりする生徒は一人も出なかったもの。それが反省文を書かない生徒が7人も出る。これも1ヶ月。しょうがないや。そうよ、学校購入の休みみたいなもん。みんな本当ひたしね。あんだけ匠のこと煙たがってたくせに。自分だって書かなかったろ。それはなんだ。ま、ともかくこんなことになったからって私はまだ匠のトラブルに巻き込まれる気はないんですからね。あ、あいつらしつこい。よし、みんな行くよ。みちおちゃんが好きだ。恋？俺が誰のこと好きになろうと俺の勝手だろ。何するんですか。大
ダメだよ、人が人を好きになるのからかったりしちゃ。どうすんだよ、今日は仲間いないぞ。